結果が出たわ。あんたたちの未来は知ったこっちゃないわ。はーい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、頑張れゴエモン2キテレツ将軍マギネスやっていきたいと思います。前回ですね、無事マギネスを倒しましてエンディングを迎えたわけでございますがね、今回はこちらまだ行ったことがない場所、あそこね行ったことがないので、あちらの方を攻略するとなんか不思議な場所に行けるというね噂をワザップで仕入れたのでね、行ってみたいと思います。なんかここにあるらしいですよ、入り口が。ここですね、ここらしいです。なんか前回ねここ開かないって言ってスルーしちゃったんですけど、ここを叩くとはしごがあると。そしてこの秘密通路を通っていくと、あの赤いポインターのところにね行けるということらしいですよ。さてお金ががっぽし、イエイ。お金がねあるのはね嬉しいですね。オッケーオッケー、ここですね。でい、お、行けましたね。奇襲峠、多分あの遊園地みたいなところに行けるんでしょう。前回も前作でもあったかな。はい、では行きましょう。攻略です。お、あ、難易度高し、また裏切られた。こっちですね、多分ね。BGM かっこいい。よっ。こっちですかね。ふむ。次は下ですか。タイミングがシビア。お、セーフ。おお。タイミングめちゃくちゃシビアですよ、これ。危な。裏切られ。たーと。ここ。ここシビアすぎる。よし。危な。中途半端なムーブをするとダメです。危な。これぞ、くん。と。ピー。見切っていきましょう。てい。ほっ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 。くっ。なんか地味にダメージを受けている気がする。とう。ピープ。とう。とう。ほい。セーフ。ほっ。即座に。落ちたー。見切り力が高い。と。と。痛い。ここ大事ですよ。と、見切った。見切った。いけたでしょう。そう、なんでこんなね、難しい道のりを歩んでいるかというとね、下はね、偽ゴールなんです。下はね、偽ゴールなんですよ。よし、行けましたね。さあ、着きました。カラクリワールド。ああ、やっぱ前回来た記憶がありますね。カラクリワールド。
はい、ここはね、例のごとく遊び回る場所なので、いろいろ回ってみたいと思いますわよ。まずはここ。お、ふう、ぬいぐるみも楽じゃないよ。子供が蹴ったり叩いたりするんだもの。ゲストキャラですかね。すっ。カラクリワールドは日本一のテーマパークだよ。日本一のテーマパークだよ。まあ、前回みたいにいろいろ支配されてたりはしないっぽいですね。ゲーム命。わしが絵合わせサブちゃんじゃ。勝てばがっぽり儲かるぞ。今はちょっと。嫌いだ。さて、ここは。またゲーム命ですね。わしがバズーカしんちゃんだ。強そう。120両で、今はちょっと、嫌いだって言われる前に退出。なんかお城みたいなのがありますよ。ウェルカム。いらっしゃいませ。ここはカラクリワールド最大のアトラクション。お。バーチャ地獄。バーチャ地獄。なんと良い子も悪い子も生きながらにして、地獄は味わえるってるんだから。おお、なるほど。と言いたいところだけど。このアトラクションは専用のスタンプを4つ集めないと入れません。なるほど。カラクリワールドの中にスタンプを押してくれるお店が4つあるから探してみて。全部のスタンプを集めてまた来てね。おお、なるほど。全部行くしかないですね。まあ、いろいろ探しがてら行ってみましょうか。お店、大入り。高い。お、ご飯屋ですね。いらはいいらはい、お腹が空いてちゃ楽しめないぜよ。団子、さぬきうどん、たたき、何のたたきでしょうね。まあ今はいらないです。冷やかしは困るね。占い。私の占いってよく当たるのよね。今ならたったの50両で占ってあげてもどう？占ってください。仕方ないわ。お金ないですけど。うにゃららららら、ああ、めんどくさい。ふん！でれれれれれれれ。結果が出たわ。あんたたちの未来は。知ったこっちゃないわ。なんて占いなんでしょう。ここは。お、大江戸ツーリスト。カラクリワールド支店です。転送マシンでのテレポートサービスを行っております。まあ、戻らないんですけど。出口。お、ベルモンド家の血を引くヴァンパイアハンター、シモンですか？ドラキュラの気配を感じて日本までやってきたのだが、あれは気のせいだったのか。なんかやけに強そうなグラフィックですけど。儲かりまっか？うひひひひ。たったの150両でいい仕事があるんでやんすよ。紹介しましょうか？やだやだ。いらっしゃいませ。宿ですね。カラクリベイホテル。旅日記つけときましょう。はい、つけまーす。さて、ここは？お！お、またゲーム。あんちゃん、いいところへ来たね。超新作が入ったところなんだ。一回100両だ。何をするにもお金がいりますね。ちょっとお金、調達してきますか。一時期2000両あったけど、ゲームオーバーになりまくってなくなっちゃったんでね。ちょっと、稼いできます。さて、ではね、軍資金を稼いできたので、片っ端から遊んでいきましょうか。まずはここから。コナミ。いいところへ来たね。超新作が入ったところなんだ。一回100両だ。やりまーす。五右衛門、行ってみよう。コナミプレゼンツ。私の星を助けて、私は惑星 E スクエアのイレーネ。YA ボタンでショット。B ボタンでフリントの脱着。はい。ゼクセクスですね。1P、スタート。フリントの脱着。お、すごい。うねうねしてる。うねうねするんですね。さあ、行けるところまで行ってみましょう。別にクリアできるとは思ってませんが。そんなね、高望みはしませんよ。全然壊せないんです。アバッピ！あまりにも、早すぎるし。来た。どうだ、生かすゲームだろう。またな。
それではこの店のスタンプを押して差し上げましょう。ポンとね。お、ありがたい。ちょっと悔しいですが、まあスタンプは押してもらったのでよしとしましょう。儲かりまっか、うひひひ。はい、いい仕事やりましょう。お金稼ぎ、雑巾かけ、やっていきましょう。汚れ100個とか無理ですけどね。1人で0個、2人で0個、やっていきましょう。てんてんてん、用意始め。加速よ。取れなかった。これはどうなんですかね。速攻でこう稼いでいった方が実は効率が逆に良かったりする説あります。すすすすす、何周もする。うおー、全然取れてない。ギュギャ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 、あ、でもタイムロスで許してくれる、優しいです。チロン、時間が増える。なんかここちょっと嫌な感じのコースですけど、落ちそう、すごい落ちそう。うべ、まあまあまあ、ちょっとのロスなら許しましょう。と、2周目、2周目はこう的確に穴です。これスピードアップ、時間が取れなかった。すすすすすす、いいんじゃないですか。なかなかいいんじゃないですか。うおー、くっ、すてててててて、てお、いいですよ。82、でも100はちょっと届かなそうな。時間切れ、88、惜しかったですね。バイト料は、トゥルー、儲かりました。また1000超えましたね。はい、儲かりました。この店のスタンプを押して差し上げましょう。ポンとね。これで2つ目。まああと遊ぶところって言ったら、スタンプ押してくれそうなところって言ったらあれですもんね。2つしかないから、まあおのずと場所はわかる感じです。まずはここでしょう。バズーカしんちゃん、はい、一勝負してみましょう。五右衛門の相手をしてやろう。ほう、鬼退治ら、退治される前に退治して、時間は1分、最後の10秒は得点が2倍。焦っちゃダメよ、落ち着いて、いくわよん。ほう、ルールが分かってないんです。いた、強くないですか。強くないですか相手。いた、いた、フラフップいた。ちょっと強いんですけど、あ、全然勝てないんですけど、くっ、勝てる素振りすらない。いた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 、得点2倍タイム、得点2倍タイムにめちゃくちゃ当てられている。ちょっと勝てる素振りすらないんですけど、もうちょっと手加減をね。3対35、負けたわ。てん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 てれれって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 れ、なかなかいい勝負。またまた。それではこの店のスタンプを押して差し上げましょう。ポンとね。あと1つですね、まあ、おそらくここでしょう。絵合わせサブちゃん、はい、80両で勝負しましょう。五右衛門の相手をしてやろう。パネルをどんどんめぐって、神経衰弱ですね。用意、はじめー。インパクト、インパクト、揃った。いただき、
ここ五右衛門です。八重ちゃん、マッキネス、ここですね。違うな。お、八重ちゃん来た。八重ちゃん、八重ちゃん、いや、くっ、狙ってくるんじゃない。マッキネス、サスケ、サスケ、八重ちゃん、八重ちゃん、違う。ほっ、よし、勝ったでしょう。ドカーン、ドカーンってした。勝ちました。得点じゃ6、賞金じゃ120、ボーナス、ボーナス、めっちゃ儲かった。なかなかいい勝負だったぜ。また来てくれよな。それではこの店のスタンプを押して差し上げましょう。ポンとね。これで4つ揃いましたね。じゃあバーチャ地獄行ってみましょうか。と見せかけてね、今回はこの辺りとさせていただいて、次回ね、バーチャ地獄の方攻略していきたいと思います。まあおそらく難しいので、はい、といった感じでね。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。